快活フォトオンステージ始まりそうだわ。フォト活のお時間ですぞ。はい、フォト活のお時間です。本日9月の29日アイカツクエストだったかな。アイカツクエストの前半、アイカツクエストですね、前半、イベントが始まりました。アイテムを集めて曲をプレイする形のね、イベントなんですけど、ちょっとね、ちょっと見て、これ運営からの重要なお知らせがございまして、10月12日にアップデートを行いますと。おー、来ましたね、アップデートに。なんかチャームシステムっていうのがね、出てて、これよくわかんないんだよね。アイドルをパワーアップできるシステムっていうのはよくわかんないから、これは置いといて、まあ、新フォトね、これもチャームアップ、フォト活ハイスコアアワードと、ね、新しいイベントとして、今までドロップ報酬型のイベントだったんだけども、それがハイスコア型のイベントになった感じ、わかんないけど、まあ、そうなのかなって僕思ってる、うん。まあ、ちょうどこのイベントがね、10月10日に終わるから、それから12日に始まるみたいな感じだったから、あれなんだけど、まあ行きましょう。今月も頑張っていこう。よし、みくるちゃんなんすよ。みくるちゃん結構ちょいちょいプレミアムレアになる。みくるちゃんちょいちょいプレミアムレアになるね。あとね、楓ちゃんとか乙女ちゃんとかいてる気がする。誰でしたっけ。ポチッとね、はい、詳細確認。ああ、もうシャイニースターがなくなっちゃったから、そろそろ追加しておかないとな。そろそろシャイニースター補充しておかないとな。年末ぐらいに補充するかな。やっぱこうね、 iTunes カードがちょっと安くなりつつ、まあ、このお得なね、シャイニースターを買うことができるパークが出る季節って言ったら、やっぱり、まあ、クリスマスとかなのかなって思ってるからね、うん。ちなみに前回買ったのが3月 5月、3月ぐらい、3万円ぐらいですね。まあでもよく持ったね、半年ぐらいは持ったんじゃない、シャイニースター。おかげでノーマルスターが4000ぐらい溜まってる。遅い、ダウンロード遅い。今ちょっと僕もちゃんとさ、トークでつなげてるんだからさ、もうしっかりダウンロードしとくの。本当にこのポケット Wi-Fi のね、ダウンロード、あ、来た、七色の魔法を君に。いいですね、全メンバーのオーラが 22% アップするよ。ありがたいですね。さあ次に、ウォーターウィッチ。ウォーターウィッチ、あ、アイスウィッチ、ユウさん。ユウさんですね。あ、こんなに。まあ、もちろん狙うはピックアップフォトですよね。ピックアップフォトがあれば、もう今回のイベントもちゃんと走り切ることができそうな気がする。行きましょう、ノーマルスターで行きます。11円。行きましょう。ポチッとな。お願いします。まだなぁ。あ、来た。来ます。せーの、ポチッとな。赤来た。赤フラッシュ来たね。さあ、じゃあ、一枚ずつめくっていこうか。ポン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 。あ、待って。お、いつの間に実装されたの、ノエルちゃん。びっくり。あ、ドリアコの制服じゃん。まあドリアコか、そうだよな。じゃあ左上からいきましょうか。左上ポチッとな。ピックアップが来てほしいな。ピック、あれ、いきます。
明るくしっかり者の性格で礼儀正しい女の子。秋の編入試験に合格してドリームアカデミーに通うことになったのが、ロックなアイドル音代星座ちゃんの妹で、ドリアカでは今期待の新人アイドルとして注目のマトみたい。好きなブランドはエンジェリーシュガーだよ。なんか大人になったね。知らないねえ、もうアニメで見てた頃もこんな小さかったのに、すっかり大人っぽくなっちゃって、というわけで今回は以上でございます。ピックアップフォトが出なかったんでイベント頑張っていきたいと思います。それではまた次回、バイバイ。